はいどうもロロミアです。今回はですね、多くの方々が勘違いをしている縦割りについてお話ししていきたいと思います。結構サムネイルとタイトルを見て驚いた方いるんじゃないでしょうか。皆さんどうですか？めちゃめちゃ積極的に縦割り行っていませんか？もしかしたらレートが上がらなくて困っている方、そこに原因があるかもしれません。なので今回その縦割りについてめちゃめちゃ細かく詳しく説明するので、よければ最後までご視聴の方をお願いいたします。そしてよかったらチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。では早速本題の方に入っていきたいと思います。まずサムネイルとタイトルにあるように、実は縦割りはあまりよろしくない行為です。ですが全部が全部悪いわけではなく、もちろん例外があります。今回はその例外もしっかり説明しますので、安心して最後までご覧ください。ではまず、そもそも縦って何のために出てるか、何のために出すのかを考えましょう。まあ縦の強みとして、相手から打たれないけどこちらは打てるという状況を作り出せるのが縦の役割です。じゃあそこで素直に縦割りをしてしまうとどうなるか。素直に縦割りをした場合、相手は縦の後ろからフリーで打ってくるのに対して、こちらは縦割りをしています。要するにそれは相手の思うツボで、完全に相手のペースです。縦割りという響きは結構よく聞こえるんですけど、縦を割っているというよりかは縦を割らされているに近いと思います。だって例えば相手がラインハルトではなくウィンストンを使っていた場合、正面からそのまま相手の DPS、まあ、ダメージロールやサポートを狙うことができます。ただそれがウィンストンではなくラインハルトで縦を出された場合、ダメージロールやサポートロールを狙うことができなくなり、縦を割らされているという状況になります。そして自分たちは縦を割っている間に、相手はその間にエリアを取りに行ったり、むしろ相手が先にワンピックをしてくる、そういったことが起こり戦闘に負けてしまいます。なので実はラインハルトを使っていて一番されて嫌なことは縦割りではありません。もう縦を割ってもらえてるだけで役割は果たしています。では次にラインハルトを使っていて一番されて嫌なことは何かを考えていきます。ラインハルトを使っていて一番嫌なことは、ファラやエコーで上空からつつかれる、もしくはトレーサーなどのキャラでバックラインに絡まれる、そしてさらに味方が盾を全然利用してくれない。これらのことは多分ラインハルトプレイヤーからすると縦割りよりもきついと思います。結局縦割りをされるよりも盾が全然機能しない方がラインハルトからするとかなり苦しいです。これらが実は盾を割ってはいけないという理由になります。ではじゃあこれを聞いた上でどうすればいいのか。実は盾というものは割るものではなく、かわすものなんです。先ほどもおっしゃったように、ラインハルトからして盾を無視されるというのが一番きついです。なので盾を割るのではなく、いかにしてかわしていくか、ここがレートを上げる上でめちゃめちゃ大事になってきます。いろんな方が高台が強いとか裏取りが強いとか言うと思うんですけど、その理由の一つに盾をかわせるという理由も入っています。なのでこのゲームでは基本的に正面にいるのではなくて、左右に動いてしっかりと相手にねダメージを与える必要があります。まあでもこれを教えると毎回こういった意見が必ずきます。どうせ敵に弾なんて当てられないから、盾を打っている方がチームに貢献できるんだ。まあ実際に今話を聞いてこう思った人いると思います。まあそういった人もいると思うので、ここからはじゃあ本当にそれは正しいのかを説明していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴の方お願いいたします。まあじゃあね、みんな大好きキングスローを用いて説明していきたいと思います。まあとりあえず先ほど僕が伝えたかったことを一回やってみます。まあこんな感じでハルト同士が睨み合って奥にマクリがいるという状況を作りました。まあこういうシチュエーションの時に、まあこんな感じで盾をかわして後ろのマクリにまあアプローチしていくというのがまあ理想の形となります。それで多分エイムに自信がない方は、多分そういう風にマクリを狙いに行かずにこんな感じで縦割りをしていくと思います。ですがこれをしてしまうと、先ほどね自分が行ったポジションに逆に相手が来た時にかなり苦しくないですか。この銅像の右側から急にマクリが来て自分のことを打ってくるっていうのはね、結構苦しいと思います。でもこの動きが強いと分かっていても、結局正面で縦割りの差ができちゃうんじゃないかと。自分が結局こんな感じで弾が当たらずに1キルも取れないと正面がね負けてしまって、結局先頭にそのまま負けてしまうんじゃないかと思うと思います。ですが実際そんなことは全く起きないので安心してください。一回相手側の視点で見てみましょう。このように縦割りをしている時に左からマクリが出てきたとします。その場合、このマクリを無視して縦割りを続けるかといったら、そうではなく必ずこのマクリを見るはずです。要するに縦割りをやめて相手のバックラインに絡んだ場合、相手のバックラインの人も縦割りに参加することができなくなります。なので縦をかわして立ち回った場合、正面が負けやすくなるということはないです。まあ、なので結論として、自分が盾を打っている場合、相手も盾を打ってくるんですが、自分が盾をかわす立ち回りをすることで相手のバックラインも縦割りに参加することができなくなるので、結局マイナスではないですし、なんなら不意をつけるのでワンピックにもつながりますし、仮につながんないとしてもエリアが広がるので結局有利になります。まあ、ということでこの辺でね、まあ、盾割りをするべきか盾をかわすべきかの説明は終わりです。ここからは冒頭で言った例外を説明するので、まあ、最後までね良ければ引き続きご視聴の方お願いいたします。はい、ということでここからね、例外の方を説明していきたいと思います。例外は大きく分けて2通りあって、1つが構成、2つ目がマップです。ではまずね、どんな構成だったら縦割りをするべき、もしくは縦割りをしていいのかを説明していきたいと思います。縦割りをするべき、しても良い構成、1つ目、明らかに相手よりも縦割り性能で勝っている時。例えばこちらの構成がラインハルト、ザリア、
ジャンクラとマクリ、ゼニアッタ、バティスタとします。そして相手がラインハルト、ザリア、ゲンジ、ハンゾー、ルシオ、アナだとします。この時タンクはお互いハルト、ザリアなので差が出ませんが、ハンゾーはまだしもゲンジは縦割りを得意としていません。ですがこちらにはジャンクラッド、マクリーとなかなかに縦割りができるヒーローが2人います。そしてサポートを見てみてもルシオ、アナでは結構縦割りがね難しいです。ですがこちらには縦割りがね非常に得意なゼニアタとバティストがいます。こんな感じで多分勝てるだろうとかじゃなく、もう絶対に縦割り勝てるなっていう構成だったらもう縦割りをしてしまっても問題ないです。逆に縦割りで勝てないチームは先ほどね伝えた縦をかわすという動きを絶対にしなくちゃいけないです。もししないと縦割りで勝ててない以上正面での戦闘は勝てないので、その試合に負けてしまいます。これが1つ目縦割りで絶対勝てる構成の時の話でした。そして2つ目相手の盾がめちゃめちゃ脆い時、具体的に説明しますと、このようにもともと相手のラインハルトの盾にひびが入っている、こんな感じですぐ盾が割れそうだなっていう時は縦割りをしてしまっても全く問題ありません。先ほど説明した縦割りで絶対勝てる構成と似たような感じです。縦割りで勝てるのであれば縦を割ってしまっても大丈夫です。そしてそもそも相手がラインハルトではなくオリーサのような盾が脆いキャラ、こちらも同じです。オリーサのような盾が脆いキャラだったら縦割りをしてしまっても問題ありません。結局縦を割ってしまえば正面からでもしっかり火力を出せるので問題ないです。ですが勘違いしてほしくないのが、相手の盾にヒビが入っていたりオリーサだとしても盾をかわす立ち回りというのはしても大丈夫です。絶対に縦割りをしなくちゃいけないというわけではありません。そこは間違えないようにしっかり覚えておきましょう。続いて盾をかわす立ち回りをしなくていいマップの説明をしていきたいと思います。そしてこのマップというのは、このマップだったらしなくていいというわけではなく、この条件下だったら、まあ、盾をかわす立ち回りをしなくていいよという話です。なのでまあそのマップの特徴を説明していきます。マップが縦に長かったりして相手の盾をかわすのにかなり時間かかってしまう場合です。やっぱり時間がかかってしまうと、その分ね正面がその間に負けてしまうという可能性が上がってしまうので、そういった場合はまあ縦割りをしてても問題はありません。まあ例えを出すとしたら、このキングスロー第2の門なんかがそうですね。右から行っても結構時間がかかってしまいますし、上から顔を出そうとしても結構時間かかってしまいます。まあこういった場合はやむを得ず正面で縦割りをしていても問題ありません。まあでも上手な方は戦闘前にしっかりポジショニングを行い、時間をかけずとも盾をしっかりかわせるような立ち回りをしています。高レートになればなるほどラインハルトも盾管理うまいですし、 DPS とかも盾をかわしていくので盾が基本的に割れません。盾が割れる頃には基本的にもう1人や2人倒されてしまってますね。ということで今回の盾割りをするのは実は NG 行為という動画はここまでとなります。今回のこの動画良かったと思ってくれたので、ぜひチャンネル登録高評価の方お願いいたします。 Twitter など SNS にシェアしていただけるととてもありがたいです。そして今回のこの動画の感想や分かりづらかった場所があったらコメント欄で対応するので、よかったら皆さんコメントの方を残してください。ということで改めて最後までご視聴の方ありがとうございました。皆さんまた次回の動画で、バイバイ。